夜の港。夜は日没から日の出までの時間のことである。つまり、太陽が地平線や水平線の向こう側にある時間帯のことである。良いとも言う。反対に、日の出から次の日没までの間の時間は昼という。様々な神秘が起きるとされる夜ほとんどの世界の創造の神話や伝説は、天地や実月の創造に加えて夜や昼の創造を伴っている。 古代インドの神話では、夜の女神ラートリーは、太陽の母親であり、毎夜の子と太陽を見ごもって、大切に育み出生させるが、太陽が分娩されると同時に、ラートリーは消えなければならないので、彼女は自分の愛児を、自分の父を与えて育てることはできない。そこでその子を代わりに育てるのが、彼女の妹にあたる、明け者の女神ウシャスであり、彼女はまた同時に、 闇の悪魔たちに激しい攻撃を加えて、西の果てに追い払い、世界に夜明けをもたらす。マオリ族の神話では、ひねぬいてぽが夜の女神である。天と地を分離させた森の神種が、ある時のことづちで女を作り、生命を吹き込んで自分の妻にし、ひねいたういらという娘を産ませ、この娘が成長すると、今度は彼女を妻にした。だが種が自分の父親であることを知ると、 彼女は、その関係を恥じて自殺し、地下の冥府へ行き、偉大な夜の女神、ひねぬいてぽになった。種は、ひねの死を悲しんで彼女を異冥府に行き、彼女に一緒に地上に帰るよう求めたが、ひねはそれを断り、私はこのまま地下に留まり、種が地上で養う子孫の人間たちを暗黒と死へと引き下ろすと宣言し、死の女神となったという。ギリシア神話では、夜ニックス・ニュクスは、 原初の時にカオスから生まれた偉大な女神であり、その力たるや神々の王ゼウスも恐れるほどである。ニュクスは自分の兄弟にあたる地下の闇エレボスと結婚し、昼の女神、ヘメラ、ヘメラを生んだ。母ニュクスと娘ヘメラは西の果てにある夜の館に住んでいるが、一方が帰ってくる時は他方は館から出て行くので、二人はすれ違うたびに挨拶は、 かわす者の,の一緒にいることは、決してない。ニュクスには、エレボスの種によらず、自分だけで産んだ多くの子供たちがおり、そのうちの一人は、どこにでも、ニュクスのお供としてついてくる、眠りの神ヒップネスヒュープノスであり、その双子の兄弟は、死の神タナトスで、二人は、一緒に、夜の館の隣に今日構えている。また、ニュクスの子には、女神エリスがおり、 キプノスタナトスの妹にあたり、彼女から人間の死と苦しみの原因となるあらゆる災いが生まれることになった。光の創造、創世記には以下のように記されている。はじめに神は天と地を創造された。地は混沌としており、闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた。光あれ。隠して光があった。 神はその光を見て、よしとされた。神はその光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼んだ。創世紀、第一章一から五。ヨハネの目視録では、夜は闇と同じく神の救済が届かない、悪の支配領域とされている。魔法や魔術は夜間にその力が発揮されると考えられていることが多い。また吸血鬼は夜に活動すると信じられているし、 狼男は、満月の夜に狼に変身するという伝承がある。大間寺今弱がと続百鬼鳥山石炎日本では昼と夜の境である。黄昏時は、神隠しなどの不思議な出来事のよく起きる時刻とされた。そかれで、夕方薄暗くて、人の見分けのつかない時のことで、一方、川たれは、彼は誰で、主として、明け方の薄暗い時を言う。 このような物事の見分けがつかない時間は、いわばこの世と異界が交わる時でもあったから、異界から神や魔物や妖怪が多く出現したのである。この時間帯を大魔事とも言う。伝統などない時代、夜はまさに闇の世界であり、人々の家のすぐそばまで異界の境は近づいていたのである。百鬼夜行という言葉があるように、夜は様々な魔物や妖怪が出没する。 時間帯であったのである。日本初期の伝説には、夜は神が作り昼は人が作ったとある。夜は神の世界であったから、祭りや神事の多くは日没から暁にかけて行われる。月明かり元々人というのは日の出と共に起き、日没と共に寝るという自然のリズムで生活することが主であった。ただし夜は全く活動しなかったわけでもない。 月が出ている夜は月明かりのもと活動することができた。火を使うようになってからは月が出ていない夜でも夜の比較的早い段階では一定の活動があったものと考えられる。昔も今も人の性的な営みは夜に行われることが多い。むしろ闇によって引き起こされる活動もまたあったものと考えられるのである。10が発達するにつれ、 夜間に明かりをつけた下で活動が行われるようになった。人と人のつながりが夜に結ばれるようにもなった。イスラム教のラマダーンの期間中は、昼間は断食が義務付けられていて静かで、夜間に親族、知人が介して食事を賑やかにとる。西欧には歴史は夜作られるとの言葉も生まれた。夜の地球世界各国を見渡せば、夜はやはり大半の人々にとって、 自宅で静かに過ごす時間帯である。近現代、しかも特に大都市などでは夜の前半には活発に活動する人もいる。仕事や学校を終えた後に遊ぶ時間に使っている人も多い。だがそうした人でも夜も半ばを過ぎると睡眠をとる時間帯となる。日本などではコンビニエンスストアなど24時間営業する店舗の数は近年増えたが、 夜間にこうした施設で照度の高い照明に体がさらされることが体内時計を狂わせ健康を外視精神的にも不安定にさせる現況となっているとしばしば指摘されている。何億年という生命の歴史によってもたらされた人の体内時計は夜は暗く昼は明るいという自然な状態にあって正常に機能するものなのである。交通網が発達してからは夜は昼に比べて 車の通行量や公共交通機関の利用客が減少することから道路や線路の保守工事を夜間に当てているケースも多い。青少年保護育成条例や風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等により夜間は青少年の理由のない単独の外出を原則として禁止しているほか映画館、ボーリング場、 カラオケボックスゲームセンターインターネットカフェ、漫画喫茶等の娯楽施設は青少年の夜間の立ち入りが禁止となっている。地球は地軸を軌道面と垂直な方向から約23.4度傾けて太陽の周りを自転しながら降転している。このため太陽は天の赤道から約23.4度傾いた王道上を1年かけて一周するように見え、 太陽の赤位が変化する。これにより、ある時点での夜の長さは一年周期で変化する。夏至の頃には、北半球では、夜が最も短くなり、逆に南半球では最も夜が長くなる。冬至の頃には、この逆になる。夜と昼の長さの変化は高緯度地域になるほど大きくなり、北緯66.6度以北、南緯66.6度以南では、 太陽が全く沈まず、1日中昼となる白夜と、太陽が全く昇らず、1日中夜となる極夜が生じる。北極や南極に近づくほど、白夜や極夜が続く期間は長くなり、北極と南極では、1年のうち半分は夜が続き、残り半分は昼となる。赤道では、ほとんど昼夜の長さの変化は生じない。星の動き日ので、日の入りの定義が、 太陽の中心が地平線、または水平線に重なった瞬間ではなく、太陽の上端が地平線、または水平線に重なった瞬間であること、さらに地平線、水平線付近では、大気の影響で太陽が実際よりも上に見えることから、春分、秋分の日でも、昼と夜は同じ長さにならず、夜が少し短くなる。太陽が沈んだ後、または昇ってくる前に、まだ、 夜なのに空が明るく、昼に近い状態になることがある。これを白明という。高緯度地域では、太陽が地平線と浅い角度を持って移動するように見えるため、低緯度地域に比べて白明が長く続く。夜になると、空には、恒星や惑星、月などが明るく輝くようになる。昼でも見える月などごく一部の天体の観測や、流星の電波観測などを除けば、 天体観測はもっぱら夜に行われることになる。夜空に浮かび上がる天の川夜明け気象面から見れば、夜は何より太陽が見えない時間である。太陽は地表の熱源であるので、夜間は気温や地温が下がる。気温の低下は太陽が姿を表すまで続き、最も気温が低くなるのは夜明け寸前であり、この時に1日の最低気温となる。気温が下がると、 空気の方は水蒸気量は低くなるので、夜間は相対的に湿度が高くなる。露点以下となれば水蒸気は凝結して水となる。暖かい季節であればこれは炉の形をとり、冬には霜となる。あるいは霧の形をとる場合もある。また、地表では放射冷却のために空気より冷えやすい。そのため、地表近くの空気の方がより高いところの空気より、 温度の低下が激しい。そのため、地表近くが先に露天に達する。その結果、山頂から見下ろした場合、谷間に地面に雲ができているのが見える場合がある。これを雲海という。なお、自動車などの周りに早く、霜がついたりするのは、地面より、さらに放射冷却が激しいからである。なお、晴天により星が見える状態を星空という。また、 月が出ている状態を月よと言い、月は出ているが霞んでいる状態をおぼろ月夜という。動物の中には夜に主に活動するものと昼に主に活動するものがいる。これをそれぞれ夜行性、中行性という。人はもともと中行性動物であるが、火を使用し、さらに伝統などを用いるようになり、現在では昼夜を問わず活発に活動しているが、基本的には、 中高生は維持されていると見て良い。植物は光合成で生活しているから、基本的には昼間に活動するものと考えられ、中には夜間は葉を閉じるものもある。ネムの木などが有名で、このような葉の動きを、就民運動という。花にも夜間は閉じるものが多い。これは形成による。しかし、中には夜間に花を開くものがある。 これらは夜行性の動物を花粉媒介に利用するものです。植物は昼は光合成と呼吸をしているが、夜になると動物と同じように呼吸のみをするようになる。そのため夜になると昼に比べて大気中の酸素濃度はわずかに減少し、二酸化炭素濃度は増加する。野外においてはこの差はそれほど大きいものではないが、アクアリウムのようなほぼ閉じた環境では影響も大きい。 ランチの砂漠では夜行性の動物が圧倒的に多い。昼間は活動するには過酷だからである。植物においては光合成は当然昼間に行わなければならないが、その時に気候を明けては水分が放出されてしまう。そのため夜間に二酸化炭素を取り込む CM a 型光合成を行うものが知られる。コッホの星月をイブニングという字は古英語で夜を意味する。 エファンから来ている。それが夜に向かうという進行型でエフトナンとなり、現在のイブニングとなった。その途中で夜をイーブンとしていたのが N が何かしらの理由で抜けて、現在のクリスマスイブやニューイヤーイブのイブとなった。夜をテーマとした個々の楽曲は毎今日に暇がない。形式として夜を意識したものには以下のようなものがある。 工事園道路交通法第52条第1項には、夜間という定義がある。夜、世界大百科事典平凡社、1988年。ABCD 吉田厚彦。夜、神話、世界大百科事典平凡社、1988年。小川明役、ヨハネの目視録、岩波書店、1996年、136ページ。 ABCDEFG 村下茂雄、夜、日本の習俗世界大百科事典平凡社1988年。ユベール・アンベリクト・クリフ・エーセン、セレナーデ。グローブ・ミュージック・オンライン、オックスフォード・ミュージック・オンライン、8ディセンバー2009。テンプレート、サイト・ウェブの呼び出し、エラー、引数アクセスデートは必須です。ありがとうございます。